どうしても橋本監督を甲子園に連れて行って日本一にしたかったです。悔しいっていうのと、まあ実力がやはり足りないところが僕は一枚上手だったかなっていうところですね。勝ち上がっていくっていうのが目標で、でまあどうしても自分たちのことだけで進めればいいんですけど、相手さんがいろんな学校さんがまあ敗れていくのを見るにあたって、ちょっとやっぱり意識がね、先の方を見てしまったなっていうのが今日で、それをなんとかその地に足をつけてさせることができなかったかなっていう。春はね、1本の安打しか打てずに負けたんで、まあ、打ってないくても取れるように走塁をちょっとね、頑張らして走って取れるようにっていうので、まあ、夏はやってきたんですけどね。そうですね、もう手の内は全部分かってて、今日先発できた18番の子もね、知ってたんです。ただまあ今日は来るか来ないか分からなかったんですけど、ある程度向こうもね、向こうさんも多分同じような状況で、ただまあ、そうですね、ちょっとやっぱりうちが急いだかなっていうのがあります。守備力が相当ショート中心に上がってまして、なかなか崩せない、打ち取られた打球は全てアウトになるっていう、エント力もついてますし、
ただまあ、独特のポテンヒットがまだあるので、そこがまあ詰められていくと、またもっと締まった試合になるのかなっていう。どうしてもまだ、まあ、投手有利なのか、あまりその打者の方がっていうのは、ちょっとこの夏は思いましたね。もっと打つチームがあると思ってたんですけど、左ピッチャーがこれ、どこのチームにもいますしね、結構強いボールを投げる左ピッチャーが多くなってますし、まあ、もちろん右の本格派のピッチャーも、球速が上がってるなっていうのは感じてます。2年生が残ってる子が、まあ、ピッチャーもセンターもあるいは内野手も二遊間もまだ2年生がいるんでね、立ち上げは早いと思うんで、ね、まあ、この今走れる状態のチームを継続して、で、まあ、その1点の取り方ですね、タイムリー待ちになるとなかなか入らないので、そこをまた追求していきたいなと思います。そうですね、ちょっと6人と、ね、少ない人数で、まあ、ここまでよく、ね、頑張ってくれたと思いますし、で、まあ、本当にやれることをね、ベンチに入った子は、まあ、4人だったんですけどね、本当にチームのために接してくれたし、まあ、最後はキャプテンが最後のバッターだったんで、これが2年生で終わるよりもね、やっぱりキャプテンがっていうので、この3年間は本当にありがとうって言ってあげたいし、まあ、申し訳ないっていうのもありますし、まあ、その悔しさを忘れず、次の1、2年生でまた目指せるようにしたいなと思います。最初2点先制したところから気が引き締まらないまま守備に行って、その後の相手の攻撃で3点取られたところが、もっと焦ればよかったっていう後悔があります。やっぱり女子野球を一番に作ったのが橋本監督で、第1回目の甲子園に出場することに意味があると思うので、どうしても橋本監督を甲子園に連れて行って日本一にしたかったです。私たちのチームは能力が なくて、能力でぶつかったら絶対負けますが、人間勝負で今までやってきて、練習の中でもきついメニューとかお互い声かけ合って高め合っていったり、時にぶつかったりしたこともあったんですけど、何度も背中を押してくれて、いい絆が生まれたチームになりました。初戦から苦しい試合が続いて、でもなんとかつなげようつなげようというみんなの思いが重なって、先制したり逆転したりの点が入ったので、よかったです。自分たちが今までやってきたことに間違いはないと思って全員で挑んだんですが、いろんな抜けだったり足元が見えなくなっていたりで、逆転には手が届かなかったです。何度も支えられたり支えてきたりで、本当に仲間ですが時にライバルで、お互い切磋琢磨し合って、6人という少ない人数ですがここまでやってこれたと思います。すごく感謝しています。ただの友達じゃなくて、全員が寮生活で同じ時間過ごしてきているわけだから、仲間よりも家族みたいな存在でした。これまで3年生が6人で、試合に出るメンバーも少なくて、それなりに必死に3年生のためにとか何でも声かけられて、最後まで力を貸してくれたので、次は私たちが返すものだと思うので、次は日本一に導けるように全力でサポートしていきます。